おはようございます。今日は転倒予防教室ということで、皆さんが老化をしないために、そして転ばないために、いろいろな体の部分の悪いところもあるかと思いますけども、無理をしないで楽しく体操をやっていただきたいと思います。私は柔道整復師の中野で営業しています松本と言います。よろしくお願いします。それでは深呼吸から始めます。まず手を少し開いて、胸を大きく開いて、空気をいっぱい吸ってください。1、2、3、4、口を吐いて吐きます。4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次は手を前に出していただいて、ブラ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 っと振ります。それと同じように足も一緒に少し持ち上げて、ブラ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 っと振りましょう。はい、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、結構です。じゃあ次は手をグーパーグーパーと握りながら伸ばす、握りながら伸ばす。その時に奥歯も一緒にグッと噛み締めてパーをしてください。グッパー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 。はい、いいです。それじゃあ手を前に組んでいただいて、手を1、2、3、4で上まで上げます。上げた時に後ろの肩甲骨が少し開くように、手をぐっと上へ伸ばしてください。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。それじゃあ膝の上に手を置いていただいて、今度は体を前へ倒します。足の方まで足に沿いながら手を伸ばしてください。その時お腹の空気を口からはーっと吐き出しながらやってください。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それじゃあ次は手を腕のところで、胸のところでしっかり組んでください。そして体を左右にねじります。この時手だけをねじるんじゃなくて、おへそが隣の人を見るようなつもりで、しっかりと体ごとねじってください。右と左です。1、2、3、4、5、6、7、8。左2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それじゃあ次は手をまっすぐ上に上げていただいて、右手ですね、上げていただいて、体を左の方へずっと倒してください。そうすると脇の下からあばら骨のところが伸びます。伸びて気持ちよくなったら頭の横を押さえて体を起こします。そして手で少し首を右の方へねじってください。はい、気持ちよくなったところで肩を後ろへ3回ほど回します。1、2、3。はい、今度は前へ1、2、3。はい、準備体操は終わりました。はい、次は足腰を鍛えるための筋肉運動です。まず最初はつま先立ち、これは体の弱い方、危ない方は必ず椅子の背を持ってください。そして10の間つま先を立ち上げて、しっかりと立っててください。ダメな人は途中で降りていただいても結構です。持ち上げた時に肛門のあたり、お尻の肛門のあたりに力をぐっと入れて、お尻の筋肉を持ち上げますと皆さんのお尻がびしりになります。そして同時に骨盤底筋と言われている
この筋肉を持ち上げることができますので、これが尿漏れとか排便の力みのために効くと思います。それでは始めたいと思います。持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろします。はい、引き続いてもう一回上げます。やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいです。次は今度は逆です。かかとの方に体重をかけてつま先を持ち上げます。では始めます。持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、下ろしてください。はい、それじゃあ次は足を持ち上げて歩くような姿勢をとります。できるだけももを高く上げるように努力をしてください。危ない方は前の椅子を持っていていただいて結構です。では始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、次は横へ2つ歩いてください。1、2、3、4、5、6、7、8と歩きます。もう一回やりましょうね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、よくできました。それじゃあ次は右足を少し持ち上げてください。そして左足一本で立って足をブラブラと左右に振ってください。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、それができたら今度前後に振りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。それもできた方は8の字、数字のアルファベットの8という字を自分の足先で書いてみてください。いいですね。はい、今度ねスロージョギングというのが今流行ってきたんですけども、その場で少しこうやってゆっくりと足踏みをするという運動なんです。やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。もっとゆっくりやりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくりやってください。次はスクワット。これが一番足腰の筋肉を強くする運動です。椅子の背を持って足の幅は自分の股関節あるいは骨盤の幅に開いてください。そして足は逆ハの字型ですね、外側に45度から30度開いてください。そしてその開いてる方向の方に膝を少し曲げてください。でも足の先よりも膝先が出ないようにこういう形になると腰を痛めます。ですからちょこっと曲げてお尻を後ろに下げる運動です。ちょうど洋式トイレに腰掛けるようなつもりでやってください。では始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、体操お疲れ様でした。それじゃあ最後にストレッチをやって体を休めたいと思います。はい、それじゃあ右足を一歩前へ出していただいて左足をそのままの状態で右膝を少し傾けながら体を前へ倒してください。そうすると左足の後ろ側がストレッチされています。はい、いいですね。
はい、今度その左足を半歩前へちょこっと前へ出してください。そして今度お尻を後ろへずっと引きます。そうすると右足の後ろ側がやはり伸ばされております。はい、元へ戻したら今度はつま先を持ち上げてください。はい、ふくらはぎのところがストレッチされています。はい、それじゃあ正面に立っていただいて今度は手を自分の右手を左の肩のところへ持ってきます。そして左手で貫抜きをかけるようにぐっと引っ張っていただくと肩先から肩甲骨のところが伸ばされます。それじゃあ次は今度手を前に組んでいただいて自分のおへそを見るようにして手を少し前へ出してください。おへそを見てください。はい、そうすると肩甲骨がよく伸びてきます。はい、これで右の肘を少し上げていただいて体をねじるとお月見のような気持ちになります。これで体の捻転が効いてあります。はい、手を背中に入れてぐーっと胸を張って肩甲骨を縮めながら伸ばしてください。胸筋が開いております。はい、ありがとうございました。じゃあ深呼吸をして終わりにしたいと思います。胸の前からずーっと空気を吸って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 口ではーっと吐きます。はい、もう一度ぐぐ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 ぐっとお腹の底まで空気を入れてふーっと吐きましょう。はい、よくできました。はい、右手を上げて左手を上げて頑張った皆さんに拍手。はい、ありがとうございました。